listening to Shibuya Cross FM。 アダム・スミスの渋谷でナイト。はい、皆さんこんばんは。ね、はいはい、相変わらずバラバラな感じでございますが、はい、人間っていうのはね、やっぱり、言葉じゃなくても、ジェスチャーで伝わるんだなと先ほど、感じしました。秋代です、よろしくお願いします。はいはい、秋代でございました。ちょっとね、今頃になって夏バテになってきたデンデンでございますよ。はい、もういつも元気です。ということで今夜もね、男女ツインボーカル5人組ロックバンド、アザブスミスからちょい悪い親父3人集でお送りいたします。はい、はい、うん、アザブスミスと渋谷でナイトの時間がやってまいります。いいよ、はい、でございます。さて、はい、あれですね、あの先日過酷に24時間自転車に乗ったり泳いだり走ったりする、歌ってトークで歌って応援するチャリティー番組がありましたね。見ました、はいはい、国民的な、見ました、うん、僕がテレビないので見てないです。あ、そうね、もうもっぱらラジオだもんな。ラジオ、ね、クロス FM だからね。秋葉は見ましたか。僕はもうちょいちょいとね、つまむような感じで最後見てね、ちょっとね、うるっときたな。あー、ちょっとゴールですか、うん、あの、なんとかゾンっていいやつだな。なんとかゾン、いいやつだ。ミヤゾンね、いいやつでしたね。さて、ということで、はい、今夜のアザブスミスの渋谷でナイト、ツイッターのお題はですね、はい、そのチャリティー番組の課題をしっかりパクって、パクるというか、まあね、オマージュして、オマージュ、オマージュなの。今日の人生を変えてくれた人。そのままやないかい。ということで、まんまでした。そのまんまやないかい。どしどし、あの、ツイッターの方にメッセージいただきたいということで、じゃあツイッターのご紹介を今日から。はい、あなたの人生を変えてくれた人、ハッシュタグカタカナでアザブスミスナイト、はい、こちらにあなたの人生を変えてくれた人をつぶやいていただければ、はい、番組の中で私たち紹介したいと思います。はいはい、またあの番組の中でですね、あのこちらの局の方にあのメッセージいただいても問題ないんで、そのままご紹介します。info@shibuyacrossfm.jp、ね、絶対に紹介するから出していただきたいと思います。はい、絶対に、ね、なんかデータによると5月からメッセージが来てないっていうことで、アザブスミス宛てにね、来てないということ。もうみんな多分バグだと思うよ、普通のバグだと思うよ。バグだと思います。迷惑メールに入ってると。なんとかもうギリでもいいからメールをいただきたい。はい、ぜひお願いします。今夜もここクロス FM から50分お送りいたします。どうぞ。声優さんカモン。はい、このコーナーはこれからの活躍を期待されている声優さんをですね、どこよりもいち早くキャッチしてですね、はい、ご紹介するコーナー。今日はさらっとキャッチしたね。さらっときました。今夜のゲストを早速紹介したいと思います。はい、井田ありさちゃんです。どうぞ。よっ、待ってました。よっ、待ってたぞ。どうも、どうも、どうも、ありさ、ありさちゃん。言いたいだよ。はい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、嬉しい。すごいね。年齢は女性は大歓迎でございますから、ね。アリサちゃんです。よろしくお願いします。チワワ的な感じがするよね。チワワ的。チワワ的感な感じ。それは何で褒め言葉。そう、褒め言葉。可愛い感じ。でもよくなんか小動物的って言われてましたね。うちの小動物もいるんだよ、こっちに。あの後世。全然小じゃないのよ。だいぶでかいからね。だいぶひげが長いけど。はい、けどね、顔はプーさんなんだよ。ねえ。はい。はい。じゃあ早速ですが、アリサちゃんからね、はい、あの自己紹介をお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、します。アトミックモンキーから来ました、うん、井田アリサと申します。三重県出身で、趣味は、飼いウサギ、いや、飼いウサギ、いや、飼ってるウサギの、ウサギと遊ぶことです。なるほど。はい、今日は素敵なネックレス、ブローチをされてる。あら、えだ。変でした。アリサちゃんはね、事務的に胸にね、あのペンを刺したままやってくれる、ね、おてんばさんでございます。できればデンデンを刺していただきたい。何のこっちゃわからん。何のこっちゃいなっていう。何、ウサギを飼っているのが趣味ということで。はい、家にウサギを飼ってるんですか。そうなんです。うん、なんかもともとルームシェアで2人で飼ってたんですけど、女の子と。ただあのルームシェアの女の子、名古屋に帰っちゃって、ウサギと2人で取り残されるという状況になって。なるほど。じゃあ何、アリサちゃんもその子に飼われてたわけね。そうなんですよね。もう2人取り残される。なんか今みたいな感じでペット扱いして飼い主求むみたいな。そうですね、今ちょっと2人で頑張って生きてる状態に。ウサギってよくわかんないんだから、お座りとか何もしないんでしょ。
あ、しないですね。呼んだら一応聞く来たりはするんですけど。来るの、名前はわかるんです、はい、まあ、わかります、わかります。最初はね、懐っこいですよね。そう、犬はね、尻尾振ったりとかするし、ね、飼ったことあるの？飼ったことないんですけど、うん、僕の家の近くの小学校に飼ってて、うんうん、それから飼育してるでしょ、飼育係。飼育してるのを眺めてるんです。怖い後世が小学校に最後眺めてるの怖いよ、危ないよ。本当、不機嫌だとね、ちょっと、まあ、ババンって言ったりとか。あ、そうなんですね。めっちゃ簡単。びっくりする。ちゃんとちゃんとその絵が怖い。絵は想像しないでほしいですね。構成は何でも詳しいな。で、犬やったら尻尾振るよな。ウサギやとどういうリアクション、ね、リアクションがペラペラって思って裏、思って裏ってそんな感じなの？耳も動くんですけど、うん、一番はなんかこう鼻息でアピールしてくる。鼻息興奮するわけ。声帯がないんで鳴けないんですけど、なんかグッグッみたいな感じで、すごい。嬉しい時に鼻息荒くなるみたいな。あ、そうですね、そうですね。やつら声帯ないんだ。ないんです、ないんです。だから泣けないんです。泣けない。だからいつこう、そう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 。鼻息荒いな、うちの伝伝になって負けやしない。まあ、鼻息。ゲストに鼻息荒いな。うさぎ感全然ないけど。食べちゃうぞ。でも若い頃は何かこうスポーツ的なものとかもやられたりしてたんですか？スポーツ、そうですね。水泳ぐらいしかやってないですね。いっぱい十分や、それ、うん、だいぶ兼ねてる、いろんなことできる。もうすごいな、もう2キロ、3キロガンガン泳いでそんなトライアスロンじゃないですけど、ね、細い体なのに。いや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 、でもなんか母がその伊勢の港町の出身だったので、うん、本当にもう、まあ、3キロはちょっとあれですけど、うん、溺れないようにちゃんと泳げるようにってことで、はい、教えてくださいましたね。なんか普通の泳ぎではなく、はい、そうですね、着衣水泳とか。着衣水泳っていうものがそもそもあるのかっていうのを、よく来たまんま。でも最近学校でもたまにありますね。最近の人間じゃないからね、わかんない。ごめんなさい、高生でそうだと俺は化石か。あれ、やばいやばい。出現が。そうなんだ。それ何、服を着たまま泳ぐ、泳ぐの、あれは沈まないようにするみたいな。そうですね、とりあえずはもう沈まないように、なんかこう助けを待てる状態というか。そうだよな、そうだよな。そう、それをちょっと下着を透けたりしてさ。お父さん、もう夜だからどん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 行く。ちょっとそれ、ええちゃう、ええちゃう。鼻息荒いよ。そう、鼻息荒いよ。怖い怖い。じゃあこう、来たまま待ってるわけだ。そうですね、それか。よりまあ実践的というか。そうね、そうですね、やってましたね。そんな教えるとかあるわけ？教える、そうですね。例えば立ち泳ぎだろ、なんだろうみたいなのあるじゃないですか。コーチとかいるの？いや、コーチ、いや、なんか普通に水泳を習わされてて、で、うん、休日になると母がその着衣で。着衣、ほら、踊られてほら、踊られてみ、ほら。休日のハード、でもワイルドな母なんで。そんな感じがする。その水泳で鍛えられた肺活量で声優さんになろうと思ったんだよ。そういうことじゃないと思うけどね。ちょっと多いな。 3% ぐらいは高かったかもしれませんね。 3% だ、今日 3% だ。今日のお題なんですけどね、この番組、はい、あなたの人生を変えてくれた人って何回。 お母ちゃん、いや、母もだいぶ影響はしてるんですけど、うん、なんかこう声優人生っていうことで言うと、うん、中学校の友達、はいはい、これはちょっとあの目指した理由にもちょっとだけかかってくるんですけど、うん、なんか深夜に家を訪ねてきたことがあって、なんか漫画みたいにその実家だったので親が起きちゃいけないんで、石とかを私の部屋にぶつけて起こして、漫画ならわかる。でも親を起こさないように玄関じゃなくて、そのトイレの窓からスリッパと身を投げてこう話に行ったところ、なんかこう声優になりたいから一緒になってくれみたいな、ユニット組んでくれ、それでなった。でなったで、なんかその元々アニメは好きで、なんかその関わってはい、ってない人とか、なんかこう全然会ったことない人とかの心も動かせるっていうのがすごいなって思って、声優はちょっとなりたいなと思ってたんですけど、まさか自分がそんなことになるとはと思ってたんですけど、まあそういうきっかけがあって、うすうすずっとこう思ってたものが実現した。深夜に訪ねてきた友人のおかげで、ちょっと一年おきというか、はい、でその友人は今医療事もしてます。医療事もしてる。裏切りました。もう固い方へ、ちゃんと落ちた。固い方へ、素晴らしいですね。ちゃんと助走だけはつけてくれた。人生変えてくれた人ですよ。まあでもありがたいことです。さて、ここでアリサちゃんが最近好きな音楽を
皆さんに教えていただきたいんですけどね。このエッタさんの半巨人っていう曲なんですけど、エッタさん、ブッダさんみたいな。でもなんかすごい世界観のある曲を歌う方なんですけど、たまたま YouTube で見つけた曲なんですけど、うちのうさぎさんのルナさんっていうんですけど、ルナさんがとっても好きな曲で、なんかうさぎが好きなんですか。そうなんです、耳ロックとか聴いてると耳が前傾姿勢になって、なんかすごいゆったりした曲を聴いてると耳がスーッとその倒れてきて新幹線みたいな形になるんですけど、なんてことないよね。あの形になってきてすっごいうっとりしてお気に入りな曲なんですよね。ルナちゃんに送る感じでね。いルナ聞いてるか。聞いてる。今だいぶ耳立ってると思う。聞いてる。怖いよ。だいぶ。さあ、それではアリサちゃんの得意な声で曲紹介をお願いします。はい。はいはい、じゃあちょっと幻想的な感じの女の子でやっていただきたいと思います。はい、ずっとあなたのそばにいたい。それではエッタで半魚人お聞きください。というキャラクターとコルト SCW というキャラクターの2キャラやらせていただいてます。まだキャラクター自体は入ってないんですけども、これからどん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 パワーアップしていろんな女の子が入ってくる予定なので、ぜひぜひやっていただけたらと思います。お願いします。あとなんか告知とかはツイッターとかなんかやってるかな。ツイッターやってます。じゃあツイッターの方にね、皆さん、はい、うさぎ率高めですけど、ね、お願いします。うさぎ率高め、ルナちゃんに会えるわけですな。そうですね。皆さんこのコーナーは声優の青互いでございますからね、はい、今のうちに仲良くなっておくと、売れた時にイダガイですね。イダガイ、イダガイですか。イダガイしていただきたいとお願いします。思います。はい、それでは最後に、アリサちゃんにリスナーの皆さんに一言いただけますでしょうか。はい、今日はありがとうございました。本当に楽しかったです。これからも頑張っていきますので、よければ応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よければじゃなくて絶対応援しろ。一声いただきました。ありがとうございました。はい、ということで今夜のゲストは井田ありささんでした。ありがとうございました。ESP 学園プレゼンツドリームアップステージ。はい、お待たせしました。このコーナーは番組のスポンサーである ESP 学園で活躍するアーティストさんをご紹介するコーナーです。はい、今回のゲストは5人組ボーカルグループ K トラックの皆さんです。どんどんどんぞ。
大男たちがゾロゾロゾンゾロゾロゾロしててでかいからもうカメラにもう見てこれカメラにかぶる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 でかい男たち5人がドドドドドドンよろしくお願いします。もう外にはファンの方もワンフーが来てありがとうございますということで、もうすごいもう前からね今か今かということであのファンがいる前で申し訳ないけどモサイはなごのない声量がすごい二人ぐらいで来いよ声量圧が圧がすごいほんまに大丈夫ですよ、こわもてですけどせっかくはさっきまでアリサちゃんのいい匂いし匂い嗅いどったんかい汗臭いよ汗臭くはない汗臭くはないすいませんほんまに今夜よろしくお願いします。まだちょっと自己紹介を一人ずついただければと思います。まずははい、じゃあ僕からはいお願いします。K トラックリーダーやってます、うん、タクヤです。タクヤ君、はい、お願いします。男前のタクヤ君。はい、次ぽっちゃりやってます、ゆうたろうです。ぽっちゃりやってんのかい。ぽっちゃり始めました、ゆうたろうさん。はい、次。はい、僕です。ボーカルやってます、ひょうたろうです。よろしくお願いします。かわいい、さっきトイレでお会いしました。はい、次、メインボーカルのゆうやです。お願いします。プロフィールよりも金髪になってますけど。はい、ラップやってます、ジョーです。よろしくお願いします。プロソス。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。待って、待ってください、待ってください。これから、これから、ほんまにすいません。ということの5人組でございますけれども、はい、ボーカル、うん、ボーカルグループということで、はい、これ何、あの、お、なんていうの、あの、トラック流しながらガンガン行く感じの、ね、タオル、タオル回しながらガンガン行く感じの、もうそんな感じです、完全に。おー、すごいですね。超ノリノリなライブの感じになるんじゃないですか。ノリ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 ですよ、ね、うん、多いな、オフコースみたいな感じのね。いや、違う、さよならー、俺こっちゃん金髪率高い感じでさな、ね、赤、金みたいな黒、ね、黒いかい好きやで、すごいな好きやで日本男児なんで太郎くんは持ってくね、すべてこういうなんか役割分担があるみたいだね。はいはい、そうですね。ゆうたろうさんはゆるキャラって感じだね、はい、キャラ見た目から見てゆるキャラで、ゆるキャラ、ゆるいボディということだ。ゆるいボディまあまあまあ軽トラックだからね。軽トラックそうそう、ごめんごめん、そもそも軽トラックという、はい、のバンド名の由来からちょっと聞いてみてもいいですか。正直なところを言うと、はい、もう半分以上ノリです。ノリノリなんですけど、なんかそのあの誰でも知ってるようなそのものって、まあ、軽トラックってある程度の人をもうみんな知ってるじゃないですか。老若男女ね。わかりますね。わかるわかる。そこスルーしていいか。止まらなくていい。老若男女ね。大丈夫大丈夫。まあそれで、あとハッシュタグをつけた時にやっぱ分かりやすいかなって。ああ、カタカナで書くとね。軽トラって調べやすいなっていうので、このグループ名でいいのかなみたいな。だってもう最初。前にあのファンの方が待ってて誰のファンか分かんなかったから、うん、ジェスチャーで軽トラに乗ってるイメージしたらそれって言われてこんだけ分かりやすい、お前らみたいなモサエロになんでこの可愛いファンが。ごめんなさいすいませんすいません、謝らない、謝っちゃった、謝っちゃった、大丈夫よ、こんな可愛い可愛いな全然そこでは揺るがないからね、そのフォローは揺るがない。どっから来たん、東京、埼玉、気をつけて帰りや。これからこれからまた軽トラ乗って帰りや。ライブがある。うまいこと。はい。趣味がみんなすごいんだな、みんな。何何何何？誰から？タクヤが料理で。料理？ユウタロウはなんか絵は絵は変な絵を描く。そうですね。あのおじさんの絵を結構描くんですけど。おじさんがおじさんの絵を描いてどうする？誰がおじさんですか？23です。おじさん。23歳。それヒョウタロウがアイドルが好きだ。あ、僕アイドル好きですね。危なかない？危なかない？危なかない？ジョーが見かけによらず洋服とかそういう靴とかが好きなんだろ？でユウヤが野球部。野球の。野球。バリバリ。以上終わり。早い早い。ふわふわ。膨らましていこう。だんだん膨らましていこう。煮込んでいこう。すごいな。野菜を。まあいやちょっと曲の紹介しようか。まずはそこを聞いてもらおう。今日それかけてほしくて来てる。そうですね。なんか去年の12月31日大晦日に祭り365っていうのを発売した。祭り365ね。はいはいはい。365っていうのは何なのって聞いた、1年中ってこと。そうですね。なるほどね。1年中祭りなんで。ね、年中祭りまでしちゃったらね。
じゃあ早速聴いてもらおうか。そうだね、はい、聞いてもらおうかね。その曲に対する思いも含めて、この全然でんでんのものテンションが下がってる。はい、曲紹介いこうか。いや、そう、はい、僕でいいですか。あ、いいです。じゃあ、はい、じゃあ、あんまりもうダラ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 喋ってもあれなんで、うん、簡単にもう軽トラックで祭り365です。聴いてください。ドン。ブン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 クラブ、まだそんなところ立ってるの、ここ来て一緒に遊ぼうよ。乗り方なんて気にしないで、肩と腰揺らすくらいで、oh, keep 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 dancing keep dancing、uh-huh. 疲れた顔した君たちに送る非現実並みの目の前の現実、 That's right、 これが軽トラ俺らエリア、どこも最中 Sunday Monday Tuesday Wednesday Saturday Friday Saturday 祭り365、俺に任せる安全保障。 Let's go、 oh, 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 oh.耳を澄ませば祭りの合図が今響き渡る。悩み事なんて花火と共に空へ打ち上げろ。全て一瞬で消えてなくなるから、この音日本の心と胸にある炎を、辛いことあっても Say when you say なら、ここに来ればなおさら祭り感じめるから、 oh, 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 oh. 耳を澄ませば、 oh, 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 oh. 祭りの合図が、 oh, 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 oh. 今響き渡る。悩み事だらけ、粉雪のように降り積もるけど、全部出しちゃおう、この機会に吐き出そう。春も夏も秋も冬もあれもこれもそれもどれも全部全部巻き込んでさ、ファッシュ軽トラックで祭り365を聴いていただきました。めっちゃサービスで最後まで最後まで聴いて、もうはいまで終わっちゃったよね。はいまで行っちゃいました。もう表でめっちゃみんな乗ってくださってましたね。ありがとうございます。手をガンガン振っていただいて、決めのポーズがあるみたいで、
なんかそうですね、うん、まあ、でも簡単なやつですけども、うんうん、手回したりとか、手回したりこう、なんですか、あ、分かる、上げ下げ上げ下げみたいな感じなんですけど、そういう、そうそう、そんな感じでいつもやってるんですけど、はい、かっこいいノリノリでしたね。楽しそうでいいやね。みんな思ったよりなんか綺麗な声しててびっくりした。もっとガスガスっていう感じかと思ったら、見なきゃいいわ。見なきゃいいや、見てなんぼ、見てなんぼ、見てなんぼです、見てなんぼ、見てくれ。で、なんか今重大な告知があるということで、はい、そうなんですけど、なんと今年の12月12日に、うん、K トラック初のワンマンライブを、うん、ワンマン、はい、ら生意気に、ありがとうございます、ありがとうございます。渋谷ブエノスさんの方で、はい、初めてなんですけど、うん、やらせていただくことになってまして、はい、で今その前売りチケットを、ね、うん、ライブ会場とあと路上ライブで、うん、販売してる形になってるんですけど、もう買った、買った、2枚買った1人いやいやいや、どういうことや、どういう風にいけるの、あぜんとしとる1枚でいいんだよ、1枚でいいの、こんなの、路上はどちらでやられるんですか。基本は池袋で、うん、池袋、はい、月曜日と金曜日のだいたい7時ぐらいに5人で5人で路上、はい、捕まるぞそんなもう早い時なんて歌う前に止められたりします、ね、歩いてるだけで止められる、はい、それはだったらさ、ゆうたろう警備員のなんか衣装とかあれ常に止めてるっていう程度で、あの光る棒持ってるそれ通ったら、あ、警備員がいるから大丈夫、大丈夫もあるよ、次からやります、うん、やるんや、やったら写真送ってまことだ、はい、はい、12月12日、はい、ワンマンライブ渋谷ブエノス、はい、ね、ね、他にも9月にもライブをね、たくさんやってるんでしょ、ね、はい、もうその辺はツイッターで、ツイッターで、ハッシュタグ軽トラで調べていきます、軽トラ高まって、はい、出てきます、分かりやすい、はい、いいな、俺らもちょっとそうしようかな俺らそうしたって誰も来ないよ、いやいやいや俺らも比較的分かりやすいよそうね、そうね、はい、はい、ということで最後にね、うん、リスナーの皆さんに、はい、そうだな、もう代表してかぐや君から、ね、はい、見てもらおうかな、わかりました、まあ多分知らない方がね、うん、多分いっぱいいると思うんですけども、これからどん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 活躍しますんで、うん、よろしければ、はい、ハッシュタグ軽トラでチェックしていただいて、うん、僕たちのこと調べてライブに遊びに来てください、はい、お願いします、皆さん遊びに来てやってくれよ、お願いします、はい、今夜のゲストは5人組ボーカルグループ軽トラックの皆さんでございました、ありがとう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 ございました、師匠のちょっと聞いてよ、はい、このコーナーはアザブスミスのベーシストであります後世師匠が勝手に自分の大祝福を無理やり皆さんに聞いてもらおうというそんなコーナーでございます、はい、はいはい、さて今夜はどんな曲を紹介してくれるのかな、ね、ちょっと今まではちょっとまあ女の人の、まあ、ガールズじゃないですけど、うん、はいはい、まあ、女の人のボーカルのバンド的なものを、うん、まあ、そうだね、数々紹介してるんですが、比較的そうだった、まあまあ、こう今回ちょっとまあ時代も時代なので、うん、ちょっとアイドルさんをアイドル聞こうかなと、ただまあちょっと人ちょっと今こう世の中ちょっといろいろまた動いてまして、うん、今回いやいや、まあ、僕が遅いのか分かんないですけど、うん、今ラウドルというのが流行ってまして、ラウドル、ラウドル、ラウドネス、ラウドネスに、まあラウドネスの意味合いだと思うんですけど、ラウド音楽の、まあ、アイドルグループと、ということで、これはなかなかバンドマンとしてははやられたなぐらいの勢いの衝撃を受けたもので、ちょうどお持ちしました。なるほど、はい、楽しみ。じゃあ早速聞いてみましょう。はい、聞いてみましょうか。はい、曲紹介、はいはい。はい。それでは、うん、クロックで、うん、アンニューレベルをお聞きください。あ、MV です。仕事のヘイター
クロックでアニューラベルを聞いていただきました。はい、かっこいいね。かっこいいんですよ、ね、これをね、まあ、これ今映像は、うん、まあ、アイドルさんのダンスですけど、うん、まあ、それなりの広さのあるところではやっぱ後ろのバックバンドを携えてやっちゃったりをするの で、僕とか僕らよりも上のおじさんたちがこれで舞うわけですよ、うん、なるほどね舞うわけです。これおたげやるのかね、これで。まあ、あの流行りなのはさっきもちょっと映像でもあったように、ん、2ステップってやつで、もう本当2ステップってどんなやつ、どんなやつっていうとね、うん、まあ、昔ちょっとあのスカとかで流行ったようなやつなんですけど、うん、そういうのが今ちょっと流行ってて、うん、もうすごい、まあ、そのモッシュもあるし、はいはいはい、ダイブもあるし、ね、っていう、もうロックなんですよね、うん、ロックだね。子たちは昔から好きだったのかしらね。あ、もともとやっぱそういうロックが好きな子たちが集まってっていう、うん、冗談は一人でやるよりこんだけ人数おったら、ね、迫力あるわ、ね、そうなんですよ。でも、まあ、たまたま今回クロックを紹介したんですけど、うん、このすごくいっぱいいますね。あ、そういう、すごくいっぱいいます、うん、はい、ただちょっとすごくロックな感じが分かりやすかったのがこのクロックさんだったので、なるほど、ね、ちょっとあれなんですけど、うん、いやなるほど、ちょっと世の中動いてますということで、ね、いろんな動向が楽しみで、はい、ありがとうございますよ、はい、ハロー、楽しみでございますけれども、はい、そうね、いつもよくわかんないはい、今夜の構成師匠ちょっと聞いてはいかがだったでしょうか、ね、はい、皆さんのメッセージ待っておりますので、はい、皆さん次回の構成師匠のちょっと聞いてよお楽しみに。バオ秋夫の歌わせてーなー。はい、このコーナー、アザブスミスメインボーカル秋夫がいろんなアーティストの楽曲を生演奏で歌っちゃうコーナーでございます。はい、今夜は何の曲を歌っていただけるでしょうか。はい、今夜はですね、寺尾明さんのルビーの指輪を、リクエストいただいたのでやってみたいと思っております。あららら、らリクエストありがとうございます。もうご存知の方ももちろんいるかと思いますけれども、寺尾明さんの6枚目のシングルとなっておりまして、もうレコード大賞金賞や FNS 歌謡祭の大賞や、もう大賞大賞だのなんだろう、もうすごい。ベストテンって番組でもほらなんかすごいずっと1位だった。そうね、もともとはなんか暗い曲だなとか言ってこれどうなんだろうみたいなところあったらしいんですけれども、石原裕次郎さんも後押しして、まあ石原軍団だったからね、それでこうロングランになるということでございまして、未だにカバーされている方もいらっしゃるので、はい、私もその中の端くれとして、端くれリクエストいただいたので、まあいただいたらもういただいたもんは仕方がない、やるしかない、はい、いただいたもんは残さず食べるという、はい、習わしの通りですね、はい、やらせていただこうと思います。はい、じゃあそれでは秋夫の演奏で、ね、ルビーの指輪をお聴きください、はい、どうぞ。ガラスの向こうは風の街、問わず語りの心が切ないね、枯れ葉ひとつの重さもない命、あなたを失ってから背中を丸めながら指のリング抜き取ったね、お礼に返すつもりならば捨ててくれ、そうね、誕生石ならルビーなの、そんな言葉が頭に渦巻くよ、あれは8月まばゆい日の中で誓った愛の幻、が好きな俺さ気にしないでいてよ、気が変わらぬうちに早く消えてくれ、
た紅茶が残ったテーブルで、それを合わせて日暮れの人波に紛れるあなたを見てた。そして2年の月日が流れ去り、街でベージュのコートを見かけると、指にルビーのリングを探すのさ、あなたを失ってから。そしてルン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 感じかね。すごい。さすが秋葉バージョンでございましたけど、途中からトゥルルルルルって、トゥルルに違う曲になった、チュルルルって言ったわけでございますけ ど、 ありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしかったです。ありがとうございました。ルミの指輪でございました。ね、冷め、舐めた紅茶になってましたしね。舐めた紅茶、そうそうそう。歌詞どんなだか、あ、冷めた、舐めた、舐めて、舐めていいんじゃない？まあ、舐めててもいいだろうね。もう舐めてもいいと思いますけれどもね。そうしそう。そんなことございます。はい、ということでございまして、皆さんからのリクエスト、今日は待っておりますので、皆さん、どしどしリクエストいただければと思っております。はい。それでは皆さん、次回も歌わせてね。アザブスミスのアザブっていこう。はい、このコーナーは僕らアザブスミスの曲や PV またはライブ映像を見ていただいて、アザブスミスを知ってもらおうというコーナーです。はい、久々な感じがしますね。そうですね、だいぶすっ飛ばされましたね。そうね、もう自分たちをどうも、ね、紹介してないという番組でございますけれども、で、前々回ぐらいからですね、はい、ちょっとアザブスミスの歴史を振り返ってですね、はい、1回だけやった感じが、1回やりましたね。初代、初期メンバーで1回ね、あのフラチナ空想というはい、楽曲の MV をご紹介しましたが、はいはい、今日もですね、ちょっと初期メンバーのミュージックビデオで、はい、消せないリアルというのをご紹介しようと思いますね。はい、もう11年ぐらい前のあれでございます、ね。そんなになりますか。そんな前、はい、そうなんだ。でボーカルが南っていうのがいて、はい、ギターもバビっていうアメリカから帰ってきたギタリストでやっとった時代があったわけでございますが、うんうん、なるほど、はい、ね、まだ後世も今日生まれてない時代、ね、生まれてはいません、ね、そんな昔からやってたんですね。でも今ではほとんど絶対にライブでやってないというこの曲をですね、幻の楽曲という、そうですね、ちょっと皆さんに一回聴いていただこうということで、はい、それではアザブスミの初期メンバーでお送りいたします。はい、消せないリアル、どうぞ。Stop!
スミス消せないリアルを聞いていただきました、うん、見ていただきましたと、はいうん、でもですね、この頃あのフラチな空想と消せないリアルってこれ映像はね、うん、あの ESP 学園の生徒さんがやってくれたんですよね。この番組のスポンサーになっていただいてますね。なかなかだから学生さんの割にはものすごい感性で、うん、ねすごいなんかで当時はねフラチとフラチな空想と消せないリアルの時はねデンデンとか他のバックメンバーは顔出して NG みたいな。なるほど。だから一つも映ってないから見やすいよね。見やすい。あの 目が散らない。すごい集中できる。女性に集中できる感じ。なるほど。いいね、こういう顔出さないとね。ね。それもね、ありかもしれない。そこまた採用していく。もうでもなんかだいぶ、ね、雰囲気変わったけどね。だいぶね。全然違うけど。そうだね。あの、だいぶ違う。ちょっとなんかまだ軽い。ちょっと J-POP 寄りな感じのね、うん、時代ですよね、うん、はい、ということでね、今回は初期のメンバーのあれでね、お送りしましたけどね、あれで、はい、お送りしましたね、お送りしましたよ、まあ、次回から今度またちょっとこう、秋夫と真帆が入ってきた時だったりとかね、あーなるほど、あそんな形でお送りしていくような感じで、はい、探っていこうかな、そうですね、あこいつら一応こんな若かったんだみたいな、ね、そうね、うん、そこそこ経ったもんね、そこそこ経ったこれだってこの時代でんでん映ってたら相当若いよ、相当若いです、そうね、なるほど、若い若い、そう、まあでも入った加入当時の頃はまだちょっとやってたもんね、そうね、あそうね、そうね、その昔はちょっとまだこれをやってましたよね、うん、まあほら曲がなかったからな当時はね、やっぱこう量産して明夫とかさ、うん、後世がいろいろ曲作ってね、うん、あの今のアザボスブスの礎みたいなのまた作ってくれたから、はい、まあこういうふうに今度はこういう昔のやつはやらなくてもね、良、うん、くなってきたっていうイメージですかね、いいね、入った時は一応俺すげえ今持ち上げてたああ、うんうん、ごめん全然気づかなかったなんでや居心地がなるほどね、だからなんか本当なんかこうワンマンとかやるようになった時に一、うん、回ぐらいフラチな空想ぐらいやってもいいかもしれない、ね、まあ一周してね、うん、もうもしかしたら全然、ね、別にこの消せないリアルもやってもね、うん、いい、まあ、全部20曲ぐらいやるステージがあったらお、ね、どっかになんかねはめ込んでみても、ね、がっつり音楽の日をね、全曲ちょっとこう今の僕らの感じにはい、アレンジし直してね、そうですね、うんうん、絶対そうなると思うし、この当時は女性、あ、そうか、でもギターの人、うん、一応ツインボーカル、一応ツインなんだけども、うん、もうあの、テサナエリアも完全に女性ボーカルですね、ね、うん、そうそう、だから男性ボーカルがね、やめちゃったんだよ、なるほど、うん、それは前、うん、あのゲストで出てきたコレチカアツシですよ、あそうですね、あはい、コレチカさん、はいはい、はい、フラチラ空想はもうそれでやってたんだけど、もうギターのバビがなんとか歌うっていうことで、なるほど、2曲はもう新しく作るからもう南のまんまでやろうっていう感じでね、そういうふうになったというね、そういう意味での消せないリアルだったわけですね、はい、消せないのこちゃわからんけど、はいはい、ということで次回もアザボスミスの楽曲をご紹介します、お楽しみに、はい、はい、今夜のアザボスミスと芝でないといかがだったでしょうかね、はい、今回もダラ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 やってまいりましたが、ダラダラやってまいりましたけれども、楽しかったんじゃないでしょうか、今日はあの伊田ありさちゃんどうでしょうね、そうですね、もう本当に小動物みたいな、彼女が小動物を飼ってる、うん、ウサギを飼ってるなんて、そう、ね、まさにそう、まさにぴったりな感じですけれども、ね、どこでどういう風に声優に出会うかってみんな様々で面白いですよね、うん、そうまさか友達に背中を押してもらってこういう風に、うん、この世界に来るっていうのもまた不思議な、ね、感じでございますけれども、うん、はい、ますますの活躍を楽しみにしてますんで、はいはい、伊田ありさちゃんね、ドールズフロントライン、こちらに
出演しておりますんでね、はい、皆さんぜひちょっとチェックしてみてください、うん、はい、そして ESP 学園のコーナー軽トラックの皆さん、はいはい、師匠、まあ、本当そのがっちりしてる割にはこの綺麗な歌声っていうのが、うん、まあそのまあ、ファンも見に来てただけあって、はいはい、やっぱそういう繊細なところがあるんでしょうね、うん、なるほどね、ちょっと僕らにはまだ分からなかったですけど、ね、繊細なところがあるんだと思われますよ。相撲というと柔道家が来たのかと思いましたけど、ね、最初はね、びっくりしました。いやでも曲ね、ゆうたろうくんが曲を曲とかも、ね、監修してるってことなんで、うん、素晴らしいですね、今後も楽しみ、今日は見かけによらないライブを見てみたいですけどね、あのみんなが振り付けのあるようなね、はいはい、その軽トラックですけれども、うん、12月12日ワンマンライブ渋谷ブエノスでやりますのでね、ブエノスここは騒げますからね、あのチケットはどこで買えるのかっていうのがあると思います。これツイッターの方でね、軽トラックロゴ入っていらっしゃって、ハッシュタグ軽トラでしてくださいませ。はい、はい、そして師匠、クロック、はい、はい、クロック、うん、まあまあ、ラウドルですけどね、うん、ラウドル、はい、ちょっとこんなライブやられるとね、もうバンドマンも困るなっていうぐらいライブやってるんで ね、僕らもね、もっとバンドならではの良さをどんどん出していきたいなと改めて思った次第です。秋岡ミニスカート履いて踊って、怖いよ、ちょっと行っちゃう、そっち側か、そっちの行っちゃった。さてここでアザブスミスライブのお知らせでございます、はい、来月9月29日、はい、1ヶ月後ですね、はい、ワライブボリューム2、こちらにアザブスミスが出演いたします。はい、なんとですねこれ、うん、60分の長丁場ステージ、はい、アザブスミスね、もうたっぷりとアザブスミスを聴いていただこうというふうになっております、はい、このワライブはですね漫才とダンスと、うんうん、あとロック、この3つの素材を融合した、イベントでございます、はい、漫才のキルというと2人組が出て、うん、ダンスは柳 OGS、うん、こちらが出ます、皆さんぜひ足を運んでいただきたい。9月29日西麻布新世界です。麻布スミスは19時に出演いたしますのでね、はい、あの遅刻しないように来てくださいませ。はい、はい、で麻布スミスメッセージをお待ちしております。ツイッターハッシュタグカタカナで麻布スミスナイト、はい、そしてまた番組の方ですね、あの info@shibuya-crossfm.jp、はい、こちらの方まで、メッセージいただければ、はい、秋元のリクエストなんかもこちらにいただければ、あの採用させていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。今日のお題のあなたの人生を変えてくれた人、うん、皆さんいかがですか、うん、はい、はいはい、僕はですね、うん、もう ESB 関連であれですけど、うん、もう同じ学校に入った時に同級生やった今の EXILE のアツシさんですね。あ、同級生、もう見る見るうちにビッグになったので、すごく影響を受けました。時間ですよ、今日は、はい、僕はあの元相方の宮井紀之君です。あ、はい、もう今回も ね、なんか2000人ライブをしたそうなんで、うん、そう頑張ってらっしゃる僕をね、日の目に当ててくれた、はい、最後、でんでんは、うん、でんでんは、お前らみんなだよメンバーみんなだ、ま、じゃあ来週、また来週ありがたいね、落ちないな